ラモトレックラモトレック干渉の位ラモトレック干渉は太平洋北西部カロリン諸島の干渉。ミクロネシア連邦のヤップ州に属しており、選挙区を構成している。ラモトレック干渉は1平方キロメートル程度の島であるが、人口は2000年時点で373人である。干渉は、 エラート干渉の東1 1トル、ヤップ干渉から東南東に9 1 5トルほどの位置に存在する。また、東に5 6 0トルほどの位置には中区干渉が存在する。干渉は北東から南東に1 1 5キロメートルほどであり、幅は最大6 5キロメートル程度である。合計の陸地面積は0.982平方キロメートルで、 干渉全体の面積は32平方キロメートルである。個別の島としては、北西のファレイと北東のプグエ南東のラマトレックなどが存在する。欧州人到来以前、メイリアスの助言を得た族町のムウェイシュ統治の時代、イファリク干渉からの侵略を受けていた。ラモトレックは、ヤップ島の女族町の外縁の島であったが、ムウェイシュ時代にイファリク干渉に敗北している。 カロリン諸島の多くの島と同じで、スペイン領東、インドに領有後、1899年にドイツ帝国に売却され、第一次世界大戦後、大日本帝国が南洋町の解任統治することとなった。第二次世界大戦を経て、アメリカ合衆国の信託統治領、太平洋諸島信託統治領となり、1979年のミクロネシア連邦独立後は、 ギャップ集に属している。ありがとうございます。